皆さん、こんにちは。ソノンです。今日はですね、えーまあ、僕の顧客だとか、その周りの人でですね、あの勘違いしている人が多いんで、ちょっとお話ししたいことがあって動画を作っております。で、何かというとですね、あの情報発信に参入するタイミング、そのコンサルティングを受けたりだとか、そのまあ、自分を出してですね、世の中に表現していくっていう活動ですよね。 これをです、ね、あのどのタイミングでいくのかっていうのをちょっと僕の考えを話すんであのなんて言うんでうしょうねその僕は情報発信やるなって言ってるんではなくてほとんどの人に僕は無理だと思ってますほととんどの人に無理だと思ってますしその割合ってどれくらいかと思ってるかっていうと100人いて1人もいないと思ってますで僕が言ってるその情報発信って言ったものはきちんと相手に価値を提供してかつそれを持続的に継続できることを情報発信で言ってます。 誇張しまくって楽して稼げますよ、寝てても金が入ってきますよとかって煽りまくって、金をむしり取って逃げるみたいな、そういうのは僕の中では情報発信って言わないんですよね。それ、詐欺じゃないですか。その詐欺に近いことを残念ながらやってしまってる人が僕は見てても非常に多いんですよ。だから僕はよく言いますよ、一瞬稼げる方法を売るっていう人が本当に多くて、なんでねそのね一瞬稼げる方法しか売れないのか、彼はまた彼女がそういうことをやってしまうのかっていうとね、 ちゃんとしたスキームを作れないんですよ。ちゃんとしたスキームを作れないし、そのちゃんとしたスキームを作る前の段階で、その情報発信に行ってしまうんですよ。で、もう本当にね、こういうこと言う人が多くてやめてほしいんですけど、一番儲かるのは情報発信だから情報発信をやりましょうっていう人が多いんですよ。で、確かにその大きく稼げるのは事実ですし、今、まあ、僕もこちら側にシフトをして大きく稼げるようになったので、まあそのことを否定するつもりっていうのは一切ないんですよ。一切ないんですけれども、なんていうのかな、あの、 マインドとしてね、ちょっと今日ね、難しいテーマなんで少しスライド作っておいたんですけど、自分が稼ぎたいから、情報発信をやるっていうのだと、やっぱうまくいかないんですよね。すごく大事な視点として、僕が西野隆さんから言われたのは、あの使命感を持ってやるっていうことなんですよ。使命感を持ってやる。で、使命感を持ってやってる人って、 っていうのが僕が見ていても、もう見たことがないです、使命感を持ってやってるっていう人は。少なくとも、僕が、うーん、まあ、フォローできてる範囲としては、まあ、その、セドリ、まあ、物販分野ですよね。インターネットで物販、物を転売するような活動だとか、あとはアフィリエイト。で、まあ、そういったのをやってる人と、もかなり見てきましたし、自分自身もそういったところにお金を払って、そのお付き合いさせていただきましたけれども、 使命感を持って行動できている人っていうのは本当に皆無だなというふうにあの感じてます。もし行ったらあの来てほしいんですけど、来てほしいですし、その名乗り出てほしいですし、あるいは知ってる人いたら連れてきてほしいんですけれども、そんぐらいいないです。で、使命感を持ってやらなくても稼げてしまうっていうのもこれまたね、あの皮肉な現実で、細田さん、そんなね、小難しいこと言わなくても稼げるんですよ。僕は金が欲しいんですよって、ね、言われてね、まあ、確かにね、それできるっちゃできるんですよ。できるかできないかでは、 でできるんですよただ僕が言ってるのは、その僕の理想をね,その多分ね、理解できてないのかなと。僕の理想っていうものは、その一瞬稼げるやり方、一瞬、まあその刹那ですよね。刹那的にうん通用する小手先のテクニック。こういったものには価値がないと思ってるんですよ。もちろんね、その入り口として、 結果が出るまで早いようなやり方っていうものがあって、そこから入って、それを何て言うのかな、改善、改良をして、その持続できる形に仕立て上げていくみたいなのは全然 OK なんですけど、なんだろうな、その自分が一瞬稼げたからってなんかドヤ顔して、俺はすげえんだみたいなことでやりだす人が多いんだけど、それってすごい違うと思っておりまして、で、やっぱりその責任を感じなきゃいけないんですよね。自分の情報発信に対して。 で僕がね、そのねあの、まずお金の問題解決しましょうみたいな話をして、それやるの一番いい方法としては、まず物販やると物販2、3年やって、1000万か2000万稼いで、その後サイトアフィリーに行って、もうそれで満足してくださいっていうのを言ってるわけなんですけど、だから本当にその通り行動する人っていうのがいるんですよ。でこれはあのなんか、それをしてる人が悪いとかそういうことではなくて、でも僕はそうさせちゃって、確実にその人生狂ってるわけじゃないですか、良くも悪くも。細野さんが言うから、じゃあやってみようかなみたいな。 全然興味なかったのに。全然興味なかった人がやってますよ。で全然興味なかった人にた限ってな、ね、ので、ね、うまくいっちゃったりするんですけど、逆になんかその、せどりせどりせどりみたいな、せどりのテクニック欲しいですみたいな人はもう全然うまくいかないことが多いんですけど、まあ、そういう人もね、あのマインドセットが変わればいけるんですけど、逆にうまくいく人っていうのは、そのなんだ、僕の理想だとかビジョンに共感できた人がうまくいくんですよ。 で情報発信ってまさにその本質は何なのかって言ったらその自分への共感だとか共鳴だとかそのある種のシンクロの部分って言ったのがすごく大事で,でそこを外して機能だけで売る人が非常に多くてその最速最短とかまあ僕も言ってるんですけどあなんて言ううでしょうねでそこをやっぱりその人だからできたっていう側面がかなりあって最速最短のやり方って。 だからそこをね、あのー、誇張して売ることによって、人っていうのは一定数集まりますし、売れるんだけど、じゃあ、その人から習った人がまた同じ状態になるのかっていうと全く別問題で、その時の死境だとか、その人の、おなんていうんですか、その、 持ってた、ね、その資産、まあ、その資金だとか、あその人のマインセットとか、そのいろんな要素があって成立してることっていうのが、短い期間で結果出る方法っていうのは非常に大きいんですよ。だからそれを学んで、私も誰々さんみたいになりたいとかってやるんですけど、同じにならないことっていうのは非常に多い。で僕はそういうのを何度も経験させられて、それはすごい嫌な思いしましたし、そういう思いを皆さんにしてほしくない。少なくとも僕のメールマーガを撮ってる人だとか、僕の YouTube をチャンネル登録してき、あの普段から聞いてくれてる人には、なってほしくないっていう、そういう責任感があるんですよ。 こうなって欲しくない。自分と同じ思いをしてほしくない。だからね、あのー、僕の金儲け視点で言えばですよ、もうこの背ドりの企画っていったものを無限に作って、もっとこれやれば儲かる、もっとやればこれ儲かるって言ってた方が、僕はおそらく稼げるんですよ。半年じは短いから、1年間コンサル契約。 期間を延長してくださいとかでも違うんですよ。僕はもう1秒でも早く自分の顧客を自分の元から去らってもらうことっていうのを何ていうんですか目指してるんですよ。だからその Google の理念っていうのがあって僕結構 Google の理念好きなんですが要するに検索ユーザーを検索結果から1秒でも早く、えー、さら 立ち去らせる。ちょっと日本語があれですけど。どういうことかっていう、要するに検索結果にすぐに満足できるものを提供する。だから検索エンジンなんてのは長くそのさ検索エンジン内に滞在してもらうものではなくて、1秒でも早く去ってもらうことっていうのが私どもの理想なんですっていうことを言ってるわけですね。で、僕も一緒なんですよ。僕の元を、まあ寂しいんですけど、いまあ、まあたまにね、そのね、 東京来たんで一緒に回り帰りましょう。とか、そういうオファーしてくれればいいんで全然やるんで、僕の元を1秒でも早く去ること。これがやっぱりあの理想だと思っててだってね。あの元々のその入り口がですよ。まあ、その共感共鳴があったとはいえ、まずはそのお金の問題を解決するんだって。そこに一番なんていうんですか？ある種の不服を感じてくれたわけじゃないですか。だから、もうそれを1秒でも早く解決させてあげたいわけですよ。 だから、その、せどりなんてものも、その、僕自身が長くやってて、すごくしんどかったですし、虚しかったですし、死にたかったですし、あの、めちゃくちゃきつかったんで、ずっとせどりをやって、だから、同じ思いしてほしくないからこそ、マックスで3年だっていうのをうるさく言ってるわけですよ。3年以上やんじゃねえよ、もう、人として成長しねえよ、こんなの虚業だよっつって、誰の役にも立たねえよって、もう断言してるわけ。実際そうだと思うし。だけど、まあ、その、まあ、誰とは言わないですけど、結構、だらだらやる人が多いんですよ、このせどりをね。で、他のことやろうとかね、他の、 10年後もこんなことやってるつもりはないとか言って本人も思ってるし、期間持ってるんだけど、でも他に何もできないって思ってるんですよ。今さらアフィリエイトとか無理だしな、今さら上発信とか無理だしな、今さら就職とか無理だしな、他に何もできないから、せどりをやるしかない。そういう状況の人が多いんですね。で、僕もそうだったんで。で、僕もそうだったんですけど、そこから、まあ僕であれば、そのコンテンツ販売っていうところで結果を出したりとか、そのサイトアフィリにシフトできたっていうのがあって、で、僕はやっぱりその、情報発信に、 来て、持続的、永続的に結果を出せる人っていうのは100人いたら1人もいないっていうふうにあの考えてるって最初に言ったんですけど、その通りで、そこを皆さんに実現してもらうよりかは、もっと確実的なやり方があると思ってて、それは何かっていうと、プラットフォーム依存のビジネス。っていうことで、で結局その Amazon にしろですね、えー、サイトアフィリにしろ、 あまあアドセンスにしろね。もうすでにその仕組みがあるわけですよね。A8net っていうその商品を仲介、その商品を紹介したら報酬をくれるっていう仕組みを作ってくれてるサイトがあって、AmazonCO.jp っていう,う SEO がすごく強くて広告とか売って集客してくれてると、そして決済方法も全部、コンビニ決済、クレジットカード決済、銀行決済みたいな含め、えー、用意してくれてる。 アドセンスという広告を貼ってクリックをしたら収益が発生するっていう仕組みを用意してくれている人がいる。で、こういうプラットフォームに入ることによって、もちろんその手数料を取られてしまうだとか、自分の取り分が少なくなるっていうデメリットはあるかもしれないんだけど、圧倒的に結果が出る前の速度といったものを速くすることができるし、えー、何がいいかっていうと、マネジメントをしっかりやることで、持続的に長く稼ぎ続けることが 稼げるスキームに、でえー、することが、することが可能。っていうことなんですね。で、まあ実際いますけど、その Amazon で10年やってます。サイトアフィリーで10年やってます。a d s e n s e 1 0年。a d セ s e n s e は10年あんのかなまだ。まあ、5年やってますみたいな人、普通にいて、持続していくこともできるんですね。で、まあその3年で、ライスワーク完結。 で、まあ次の2年ぐらいで、まあこの段階でも、なんだろう、その店を出すとか全然 OK なんですけど、僕の中では。店を出すとか、まあ、まあ、要はそのゆ、夢、夢の着手みたいな感じです、ね、夢の着手。夢に、夢に着手するみたいな。ずっとやりたかったことをやるっていう感じですね。で、次、まあ、で、特にその、まだ、夢とか、あの、なんだろう、お金の問題解決してこういうふうにしたりとかない人は次の2年ぐらい、 あのサイトアフィリエやっておいて、やって、で、なんだろう、その、ま、月100、ま、月100もいかなくてもいいかな。月50とか、ま、100でもいいですけど、自動化するっていう。で、僕がやってる、その、コンテンツ販売の自動化っていうものは、サイトアフィリエイトの自動化と比べたときに、やっぱり結構勉強しなきゃいけないこととかもあって、え、ー サイトアフィリの方がハードルが低いと思ってるんでサイトアフィリのも勉強しなきゃいけないんですけど、やっぱり圧倒的にハードルが低いですよね。コンテンツポン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 入れていくだけで、極端な話、僕,の、ね、僕が習ってる先生もそうですけど、アドセンスだけで100万円、楽天アフィリエイトで30万入ってきて、何も売ってないのに月収130万入ってきてるわけです、自動で。で、自分はその外注さん雇って、外注さんに記事書かせてってやって、そんだけコンスタントに稼いでるわけですよ。だからそ、その方が僕はいいと思うんですよ。要するに自分を出さずに、 まあ最終的に皆さん出していくと思うんですけど、自分を出さずにライスワークは完結するのがいいかなと思っていて、僕みたいに、そのこの細野雄介って名前、本名なんですけれども、本名でやってですね、なんていうんですか、その自分の弱いところとかですね、その見せたくないところも全部出して、ノーガード、フルチン戦略でやっていくっていうのは、まあ、相当ハードルが高いわけですよ、でほとんどの人できないと思うし、でもそこまでやるからこそ、共感されるんですよ、ああ、保さんも大変だったんだな、みたいな。 この人おらってっけど、何気に弱いとこもあんだな、みたいな感じになって共感されるわけですね。だけど、それはいつも言うんですけど、おごりでもあれりでもなくて、僕だからできているんですよね。でそこを勘違いしない方がよくて、俺もホソンさんみたいにやろうとか,なんか言ってやって、すぐにコンサルとか報発信とかやり出す人いるんですけど、まあ、僕が見てて思うのはうまくいってないしあの、多分一瞬ちょっと稼ぐこととかできるかもしれないんですけど、永続的に稼ぐことはこの人無理だろうなって思う人が非常に多い。 で、多分そのあたりのことを僕はメルマガでもよく言うんですけど、僕と同じことできるならこっち来てもいいですけど、ほとんどの人無理だと思いますよっていうのを言ってるんですけど、どうも伝わってない嫌いがあるのかなというふうに思うので、まあ今回動画でも作りましたんで、いいですかちゃんと言いましたからね。情報発信来てもいいですけど、 あの僕が言ってるような、一瞬稼げるその情報発信とかではなくて、永続的、継続的、未来、英語っていう観点で言うと、ほとんどの人は情報発信オンリーでそこまでたどり着くのは僕は無理だと思ってます。本当は誰でもできるんだけど、いろんなメンタルブロックとか、技術的な課題があって、極めて難しくて再現性が低いと思ってる。その再現性はどれぐらいかっていうと、100人いて1人すらいないと思ってる、僕は。もちろんその僕の意見をこの覆す人っていうのは今後出てくるのは全然歓迎ですし、 もうチャレンジしたいと思うのはチャレンジしてくれてもいいと思うんですけどそうではなくてより再現性より確実性があるっていう話で言うとやっぱりここで話しているようなプ,ロットフォームプラットフォーム依存のビジネスの方がいいのかなとプラットフォーム依存ってよく批判されるんですけどアドセンスのアカウントを剥奪されたらどうするんですかとか Amazon のアカウント消されたらどうするんですかとかでで実際消される人っていうのはいるわけですよね でもね、あの、アドセンス消されたら、また A8 ネットとかでそのサイトアフィリエイト、そこで培ったスキルをね、使ってやればいいだけですし、A8 のアカウント消されたらとか聞いたことないですけど、いくらでもあるわけですよ。そのバリューコマースとかアフィリエイト B とかもいくらでもあるわけですね。で、アマゾン以外でも、その、日本のアマゾン以外にもアマゾン US とかアマゾンカナダとかいろいろあるわけじゃないですか。eBay とか、そのメルカリだとか、 いろんなプラットフォームがあるわけですよね。自分でネットショップ作りました。カラミンショップ、ショッププロでネットショップ作りました。何やってもいいわけじゃないですか。その買取のサイト、ワードプレスで作って、p p c でって集客して買取やりましたな。何やってもいいわけですよね。だから、あまあ入り口の部分がプラットフォームで、極端にそのプラットフォームが何らかの形で、可能な限り回避すべきだと思ってますし、回避できるスキームを提供してますが、剥奪されて、破綻をしてしまったとき、 にも、そこで培ったスキルを使って回していくことっていうのが十二分に可能なんですよ。だから実際やってる人がいるんですからで。僕の、僕に限ってお話をさせていただきますと、僕はアカウント止まったことって普通にありますけど、アマゾン何度も。もうそのためにごめんなさい戦略やればいいだけなんで、あの、なんか皆さん失敗を恐れたりとかね、こんなこと言って怒られたらどうしようとかって思うんですけど、ら怒られたら謝ればいいですよね。ごめんなさいって言えばよくないですか。でごめんなさいって言って、その、 許してくれるんで、大体。どんなことでも。どんなことでもっつったら誇張があるかな。かまあ僕は、その Amazon のアカウントで言えば、多分ね、何回止まったかな、まあ、大体2年に1回ぐらいは止まってると思うんで、もう3、4回とか普通に止まってると思うんですよね。毎回その違う規約違反なんですけれども、でもそのためにごめんなさい、もうやりませんって言って、実際やらないんですけど、 でも、それも何だろう意図的にやってる違反じゃないから、向こうも言えば分かるんですよね。最近そういうのが厳しくなってるって聞いてるんですけど、それをちょっとね、アカウントが止まったからって諦めちゃう人っていうのが非常に多いんですよ。だから、それをやるから一瞬で稼げないんですよ。アカウント止まったら、そのアカウント止まった原因とか、その担当の人と電話したりだとか、何度もやり取りして対策すればちゃんと元に戻るんですよね。だから、なんだろうな、そのプロットフォーム依存ビジネスを批判する人っているんですけど、なんだろう。 デメリット、メリットが大幅に、んデメリット、メリットが大幅に上回るんで、そこをやっぱり評価して、あと再現性ですよね。どんなバックグラウンド、性別、住んでる場所関係なく、やっぱ到達できるやり方って、僕はこれ以外にないと思ってるんですよね。あったら持ってきてほしいんですけど。っていうところで、あの、なんだろうな、やっていってほしいなっていう。で、何でしたっけあ、情報発信の話ですよね。で、言いたかったのは何かっていうと、あの、人間がですね、その、 自分の発信力とかも含め、まあ、進化のステージっていうのを呼んでるんっていうふうに呼んでるんですけど、あのー、段階があると思ってまして、でその段階としましては、まずその第一段階としては、知ってるか知らないかっていう段階がありますよね。こういうふうにやるとお金って増えていくんですよとか、こういうふうにすると実は携帯電話って安くできるんですよとか、そういう情報を知ってるか知らないか。で、僕がまず最初にこう提示してるのは、知ってるか知らないかで済む問題っていうものは、 知ってしまいましょうと。そして僕が人生を生きてきて、経験して、こういうの知っとくとみんな喜ぶんじゃないか、みんなに役立つんじゃないかなと思うことは、YouTube 通じて、メルマガを通じてアウトプットしてますよと言っていて、で、言ってるだけではなくて実際こうやってやってるわけですね。だから、そこで、まずその知ってるか知らないかっていう段階があると。で、でここで結構終わる人多いですね。知って終わる人多い。 なんですけど、やっぱこれだと意味がなくて、その知ったならやっぱり実行しないといけない。実行できてるかできてないかっていうところで、まあ行動ですよね。実行、実行行動ですよね。とにかくね、当たり前の話しますけどね、行動しないことには話が始まらないんですよ。で、その失敗したらどうしようとかね、あの、なんだろう、こう契約して、なんだろう、なん 速度が遅くて、速度が遅かったらどうしようとか、また戻せばいいだけじゃないですか。ね。まあ、戻そうと思わないと思うんですけど。最悪、最悪のシナリオを考えたって、また契約な、契約なんだったら契約し直せばいいですし、お金の問題なんですか、それ払えばいいだけの話なんですか。だからまず行動なんですよ、ぐちゃぐちゃ言わずに。何 なんかイフ、if、if なんちゃら分みたいなの使う人多いですよ。もし何々だったらどうするんですかとか、何々の場合はどうなりますかもう、うっせえって思って、いや、うっせえよ。もう、とにかくやれよ。やれば全部わかんなかから、まずやれよ。まずやって、その反応を見て、小園さんに言われたんでやってみました。こう,こ,うこういう結果になったんですが、この場合はどのようにお考えになりますか僕はこういうふうに思うんですってさ。 それを言ってこいよでそれをもコンサルの現場とかで言いなさいよって思うんですけど何なのかなとかと思ってまずやれよって思ってで行動するとその成功にしろ失敗にしろあの結果が出ますよねでここで結果が出てるっていうのはまあ稼げてるとかあの試験勉強であればまあその試験のスコアが上がってるみたいな感じですよっていう状態まあここまで来れる人っていうのはまあ正直100発100中ではないんで限られますよね 半分だとか、6割だとか7割だとか、アフィリエイトとかだったらやっぱり1割だとか、情報発信だったら 1, 1ブスか、1%以下かなって僕は思ってるんですけれども、まあそういう感じですよね、結果が出ている。 で、その段階に至ってですね、当たり前なんですけど、結果が出てないのに、僕はなんかそのネットビジネス参入1ヶ月で300万円を稼いで大成功しましたんで、そのやり方を教えますみたいなことやっちゃう人がいるんですけど、いや、それはなんかもう破綻してますね。多分売れるんですけど、それやると詐。詐欺なんで。でもなんか1ヶ月で300万すげえとかって思うじゃないですか。売れるんですけど、それはやっぱりね、あの超えちゃいけない一戦なんですよね。で、そのやり方を教えられるっていう段階が、 第4段階であります。で、この教えられる段階っていうのは、教えるうまさ。うまさは考慮しない。うまさっておいしさになっちゃった。うまさは考慮しない。考慮しないものとします。あの、下手くそでも教えられるか教えられないか。だけどやっぱここに来るまでに、まずその教えてくださいっていう人がいないわけじゃないですか。まあこれ家族とか友達とかでも全然いいんですけど、友達からね、あれそれ、何それ面白いから教えてとか言って言われて、いいよっつって教えられる状態。 この段階があると思っていて、で、このさらに上の段階が僕はあると思ってて、これは全然直接指導とかでいいんですけれども、教えてその人に結果を出させることができる段階っていうのがあるのかなと思ってまして、で僕結構ここを超えるの大変だったんですよ。あの、これこれこういうふうにやるんですよとかでやっても、なんか行動しないっていう。行動しないし、なんかやってもなんかあさっての方向になんかバットを振ってて、いやなんかそれやるとうまくいかねえんだけどな、みたいな状態が、 結構続きましたね。もう数年単位で。んで、教えるの向いてないのかなっていうのを思って。で、まあそこも、まあ、頑張った結果を超えることができたんですが、で、教えて結果を出せることができる段階で、まあ、あの情報発信者としては、成立するんですね。で、僕が思うに、教えられるここの段階で、 勘違いして、えー、しまう人が多いのかなと。教えられなくはないかなっていう段階で、その教える活動とか、そのなんだブログ作ったりとか、まあ、その動画作ったりとかやってんですけど、まあ集まってないですし、そのまあ、集まってんのかもしれないですけど、なんかあんまり、なんていうんですか。 引きが弱いというか、まあ何て言うんですか、ぶ昔の部がそうでしたけど、のれんに腕押しみたいな感じですか。多分同じこと感じてると思うんですけど、のれんの腕押しになっちゃう状態っていうのがあると思ってて、そこでなんかね、行き詰まるんですよ。でもそれはやっぱり当たり前で、やっぱきちんとその活動として、えー、活動っていうのはやっぱりその継続していくことを活動っていうでしょ。その継続する活動として成立させるためには、教えますと。教えられますと。 で教えて結果を出せることができます。そういう実績もちゃんとできましたと。あるいは実績はないんだけれども、えーまあ、僕であればタダで教えてたんですけど、タダで教えますみたいな。まあ、そういったところをできるのかなと。だからもう最初なんか、どうしてもやるなら、どうしてもやるならタダでやれって感じですね。タダで一緒にセドリの仕入れいただけますよっったら申し込みません、皆さん。申し込むでしょ。月10万稼ぐやり方を教える仕入れをタダで教えます。 その代わり、うまくいったら僕の YouTube チャンネルに出てくださいって、これオファーしたら通るじゃないですか。そういうのを、あの、やるべきですね。もしやるのであれば。僕は普通にやってました。もう全然利益出なかったですもん。もう赤字でしたけどやりました、1年間ぐらいで。なんでそれができたかっていうと、ちゃんとこのプラットフォーム依存ビジネスで、なんていうんですか、そのライスワークの部分をちゃんと完結してたんでできたんですよ。でライスワークは完結してないのにですよ。 ライスワークは完結しないのに、その自分も稼がなきゃいけないのに、その稼ぐやり方を人に教えるっていうのは絶対破綻すると思ってて、だって利益相反になるでしょ。利益相反ってあの感じ合ってるのかな利益相反。合ってますよね。利益相反って何かっていうと、あの、相手の利益に構造的に貢献できない。できない状況。のことを言うんですけど、どういうことかっていうと、例えばその、 まだお金の問題解決してませんと2年も3年もやってなくて貯金1000万2000万すらありませんっていう人がですよそれどりを教えるとかになった時にじゃあ一緒に仕入れ行きましたすげえなんかランクが良くて利益がなんかめちゃくちゃいいやつとかってあったらそれ上げられないじゃないですか自分が仕入れたいじゃないですかっていうことが起こるわけですよでもそういうの利益相反っていうのが起こるんでだからこそなんていうんですかねそのまだ稼げてないとかそのお金の問題解決してない段階で教える側にもあるっていうのは僕はなんかね結構破綻してると思うんですよね で絶対渡したくないっていう気持ちが出ますからね。うん。だ僕はやっぱりその、2年ぐらいその自分の仕入れっていうのを完全に封印し,しましたし、ついこの間はもうアカウント自体のその、プロマーチャント契約っていうのがあるんですけど、それも止めましたけれども、それをやってるから利益相反しないで、出し押しししないで話せるよっていうふうに言えるし、口で言ってるだけではなくて実際行動できてるし、その行動した結果、僕が教えた人たちっていうのが、この段最後の段階なんですけど、 直接指導なしで結果を出させているっていうのう意味不明だと思うんですけど僕はもう今まで直接指導しないと一緒に仕入れ行かないとセドイっていうのはもう1億稼げるようになりませんとセドイ稼ぎたかったら稼いでる人と一緒に仕入れに行くこれ以外に他,他の方法はありませんと電脳であればその一緒にその画面共有とかしてもらってスカイプででその仕入れをやるっていうのをやらないと稼げるようになりませんよっていうのを言ってきたんですけど今それやっ 売ってないんですけど、なんか普通に稼がれちゃって <laughs>、あの、もう僕のコンサルは一体みたいな <laughs>、まあ、まず、あ、全然その上のステージですよね。もうでっかく稼ぎたい人とか、まあ、あるいはその自分でできない人とかには全然需要があると思ってますし、そのシーレッツアーとかね、1日限定の方もあるんで、そっちもあるんで、まあ、全然そこは今後もバランスできると思ってますし、別にそこは売れなくても、まあ、コンテンツの方が好調なんで大丈夫なんですけれども、そう、だから、 利益相反になるっていうのがある段階で、まずその教えるっていうのと、ここがもう構造的に成立しないですよね。自分が稼げてないのに、なんだろうな、自分がまだ稼がなきゃいけないのに、えー、自分の手法を教える。これは矛盾してるわけですよ。元来。 でその理由があるとしたらですよ。資金が足りないから、今の自分を切り売りしてますとかね、うん。今うまくいってるやり方をやって30万でも50万でもくださいと。で、僕はその指令資金使ってさらにもっとセルで大きく稼ぎたいんです。だから教えたくないけど教えるんですっていう、そういうスタンスですよね。まあ、結構きついなって思うんですけど。だからよく言われるんですよ。そんなにもかか、 そんななに儲かかるるらでで教えるのかってこれ簡単で僕がその教える理由としてはまあ僕の理想ですけど例えばその今メルカリで無在庫転売っていうのをやってるんですけどこれあの1ヶ月限定でやろうと思ってて今1ヶ月限定でやってるんですねでこの動画撮ってる時点で売り上げは16万ぐらいで出てて利益率だいたい15%切るかなぐらいで大体いい2万円前後ぐらい稼げてるかなっていう在庫を一切持たずにっていう感じなんですけど天井があるビジネスですよね 天井があるビジネスっていうのは、まあ、せどり、まあ、転売ですよね。転売系はやっぱりね、あのね、資金を使って回していくとか、その資金使わなくても回せるんですけど、やっぱり上限があるんですよ。でそのメルカリ無在庫転売もそうですけど、上限があるんです、まあ、でっかく稼げないですね。これ、あ、あのー、今後ですね、1ヶ月経った段階で多分月賞が20超えると思うんで、その段階でもうあの動画作ろうと思ってますけど、あノウハウ、 的なところ、思考的なところっていうのは全部公開するんで、もしよかったら見てほしいんですが、えっ、ー、と、まあ、簡単に言うとですね、天井があるわけですよ。あの、稼げる金額に、セドリもそうですよ。ま、セドリであればやっぱり、100ぐらいじゃないですかね。100から150ぐらいで、まあ、組織化とかしたら300とか行きますけど、まあ社、組織化っていうか、ま、社員ですよ、ね。社員宿って300とか行くけど、 そこまでやるのもなって感じじゃないですか。もう他人の人生抱えるのとか、僕もやってみて思ったんですけど、しんどかったですし。まあ、やりたかったらやりゃいいですけど、なんかそこまでやるもんじゃないかなって思います。何よりも2、3年でやめるビジネスですから、まあ、1人で、1人プラス、その、なんて言うんでしょう、あの、外中さん3人から5人ぐらい入れて、まあ、100万から、 150万ぐらいまあ稼ぐっていうのが僕は一番バランスがいいのかなっていうそういう感じですよねで、メルカリ無在庫転売も稼げる金額に上限があってで、僕が考えるその上限っていうのはそのここから先ねさらにね2か月目3か月目でツール使ったりとかアカウントを増やしてってやっていけば確かに10万とか狙っていけるんだけどもうそこまでする価値ないと思ってて僕はもうこれ超短期ビジネスだと思ってるんです超短期ビジネス超短期ビジネスってどういうことかっていうともう どういう人のためのビジネスかっていうと、これはもうすごい明快で、資金が30万すら用意できない人が取り組むビジネスだと思ってるんですね。逆に言うと、その資金が30万とか普通に用意できてて、背取りでその利益率30%とかで回せて、月に9万円ぐらい稼げてるっていう人はもうやる必要ないと思ってるんですね、僕は。 だけどそこに、僕はこれなんでやってるかっていうと、自分が稼げるからじゃないんですよ。だって月に1万2万とか稼いだって、そんなの言っちゃ悪いですけど、全然その、労働に対するリターンとしては割に合わないわけですから、まあ、屁みたいなもんなんですよ。僕に、僕の今の基準からすると。全然割に合わない。じゃあなんでやってるのかっていうと、ここがやっぱり多かったんですよ。その相談を受ける中で。資金作れないですと。 僕がその大学時代にビジネスを話した始めたって話したと思うんですけど、その時いくら持ったかって3万円なんですね。やっぱりそういう人って多いんですよ。で、若くて3万円とかならいいんですけど、いい年してですね、20代後半とか30とか40とかなってんのに30万すら用意できないっていう人がいるんですよ。僕は大学卒業した時に貯金残高が55万ありましたからね。まあそれは普通だと思ってますし。 何に使ったのお前って思って。そこは猛省してほしいんですけど、絶対お金の使い方がおかしいから30とか40になってるのに貯金がないんですよ。そこは猛省、すごく反省してほしいんですけど、反省してもらって。だからなんか、反省しろっつって僕は見捨てるつもりはなくて、努力できんのかお前と。努力できるんだったら救済策を示してやるっていうのが今の段階なんですよ。前はもう、あ、お金持ってないのに30万、じゃあ死んでもらっていいですかっていう感じだったんですよ、ぶっちゃけ。美貌に死ねって思ってるんで僕は。 なんですけどあの、貧乏人の中でもですね、やっぱり努力できる人っていうのがいるんですよ。変わるためにちゃんと犠牲と代償を払いますと、投資できますと。ほとんどの貧乏人っていうのはそこをやらないですし、変なことにお金を使ってるから、どんどん成長しないで悪循環にはまっていくわけですけど、たまに突然変異する人がいるわけですね。僕もそうでした。だって3枚しか持ってなかったんですから、もそこから変わって、もうめちゃくちゃ増やしてるわけじゃないですか。天文学的な利益率ですね。もうびっくりですよ。だから、そこを救うためにあのやってるし、 この金額として、まあ僕、僕のやり方ね、僕の僕が考えるこの条件っていうのは、月1万から3万ぐらいだと思ってるんですよあの。もっとやろうと思えばいけるんですけど、現実的には月1万から3万だと思ってるんですよ。じゃあ、この月1万から3万のビジネスで、こっちするの嫌なんで月1って仮定しますよ。年間12万じゃないですか。年間12万稼い、自分で手動で稼ぎ続けるのに必要な時間っていうのが大体1日3時間ぐらいなんですね。1日3時間。 ま僕は多分4、5時間やってたと思うんですけど、4時間ぐらいはやっていかないといけないですね。特に最初の2週間ぐらいは、軌道に乗せるまではね。で、1日3、4時間副業に費やして年間12万のビジネスしか行かないです。でも、これでも、リスクを取りたくない人だとか、その在宅でやらなければいけない人だとか、資金を持ってない人には大きな救済策になるわけじゃないですか。で、確実に、これツイッターで問い合わせが実際に来たんですけれども、もう教えてほしいっていうふうに言われてるんですね。すごい興味あるから、どこで売ってんですかと。 いや、まだ売ってないんですと。メル、メ,メ,メルマガに登録した人にだけ案内するんで、もしまだ登録してなかったら、登録しといてくださいって言ったら、あ、すいません。まだ登録してませんでした。すぐしますって言ってしてくれたんですけど。だから、わかります。もうニーズはあるんですよ。ニーズがある。で、多分これ今聞いてても欲しくなってきた人とか確実に、え、マジでみたいな。ニーズはある。じゃあですよ。この年間に12万しか稼げないやり方をですよ。まあ、これだけ教えるつもりはないんですけれども、 3万円スタート、まあ。もっと値上げしちゃうんですけど、3万円で販売をしたらどうなるのかって言ったら、これを100人とか買ってくれるわけですよ、普通にもっと買ってくれると思うんですけど、そしたら年間12万しか稼げないビジネスモデルをですよ。だから僕の中ではバイアウトなんですね。スキルハンターでこれもコンサルタントの人雇って教えてもらって、まあ、すぐにもう学んでその人も超えちゃったんですけど、 スキルハントをして、それをもっと使いやすい形に消化して、ノウハウを進化させて、スキーも一瞬稼げるやり方ではなくて、永続的に稼げるやり方まで進化をさせて、それで提供っていうのをやってるんですね。だから、まあ、これだけ評価されてるんですけどで、それをやった時にですよ、年間12万しか稼げないビジネスが、年間300万以上稼げるビジネスになるんです。でしかも自動で売れる。 これ値上げするんで、もっといくんですよ。もう2倍、6万から9万ぐらいまで値上げしようかなと思ってるんで、もうすぐ値上げします。もうこれは、2、3ヶ月教えたら多分十二分な実績が集まると思うんで、もうその段階で値上げします。で、その段階で販売します。最初先行販売っていう機会を与えますけれども、もうそれも数日でいいと思ってます。もう無理にあの買ってくれなくていいんで。なまあ6万円です、現実的には。じゃあ6万円でそれ200人に販売したらとう、もう売れると思うんですよ、200人ぐらい普通に。 今も毎日メルマガ登録してくれてる人いるから。1200万です。年間200人の人に売るだけで1200万です。売れますもん。年間200人ぐらい。6万円って安いもん。で、しかも、これ、あの、2シグマっていう企画なんですけど、ここで、これまだ確定じゃないんで、あの確定だと思ってほしくないんですけど、まず、僕が教えることとしては、超薄利、超薄利多売。 薄利多倍。えー、組織化なんですよ。薄利多倍の商品って、アマゾンで売ったら赤字になっちゃうって思ってる人が多くて、そこが今、穴なんですね。そこをやる人っていうのが非常に少なくなってるんで、逆に稼ぎやすいっていうのがあるんですよ。だけど、普通にやったら赤字になるんですよ。だけど、スキームを作れば黒字にできるんですよ。 で、在庫を持たなきゃいけないんだけど、2週間以内に売れる。ラインがあるんですね。2週間以内に、もう全部在庫を吐くやり方っていうのがあるんです。で、それを教えるんです、まず。で、これにメルカリム在庫ついてきます。これだけでま、まずその1万円ぐらい、毎月稼げるわけじゃないですか。で、これは、あの、3万円ぐらい入れて、だいたい利益率30%ぐらいで見てるんですけど、例えば、3万円投資したら、月に9000ですね。3万円投資したら。 ですよね、でこれもまだ確定じゃないんですけど、ここにアパレルを入れようかなっていうふうに思ってます。なんでここにアパレルを入れて、僕があの今運営してる講座の方に入れないっていうふうに思ってるかっていうと、めんどくさいんですね。もう今全体像分かったんで、今の段階で、まあ、これからそのコンサル入れたりとか、皆さん貸したりとか教材とか買ったりして、もう,もう,ち,ょもうちょっとその内容はブラッシュアップされるんで、そこはあの加味してほしいんですけど。 対極的な考え方としては、バリューで売っていくんですよ。バリューって何かっていうと、写真とコメント、ライティングですね。そこで売っていく。で、そこを高く売るために、例えば、その傷んじゃってる製品を補修したりだとか、あの見栄えを良くするために、その、照明を買ったりとか、そういうやり方なんですよだから、なんだろう。 アパレル転売ってすごい何かと似てるなって思ったらカメラ転売と一緒なんですよ。カメラ転売もすごい手間暇かけて5万円で買ってきたカメラを5万5千円で売って喜んでるわけじゃないですか。なんかもう手間暇かけてなんかそんなこと言って薄利でおめでてえなって感じなんですけど、だなんだろう、あのコスパはあんまり良くないんですね。コスパが悪い。その代わり、まあ今その連絡取ってる人が言ってるのは、えー、まあ600円で仕入れた商品が3000円で売れますよとか、 まあ利益率だけはいいんですね。その代わり、手間暇かかるっていう。手間暇かかり、えー、そのために、自動化するのもめんどくせえ。<laughs> まあ自,自動化もできるんで、自動化のやり方も教えていきますけど、まあ要は、要はコスパが悪いってことですね。コスパが悪い。だけどコスパが悪いんだけど、金持ってない人はやるべきだと思ってます。 お金持ってないなら、お前やれよ。っていう感じなんですね。お金がない人っていうのは、だから僕はそうですね、昔言いましたよね、えー。大学の先輩からパソコンのパーツを、大学の先輩じゃないや、や社会人の先輩からあ、俺は時間がないんだけど金はあると。 僕の部屋に転がっていらないパソコンのパーツを売ってきてくれないか。売り上げの半分を上げるよって。こういう条件を結んだわけですけど。これってね、あの価値の交換ができてますよね。何かって言ったら、彼はお金を提供して僕は時間を提供したんですよ。だからお金がない人って言ったものは時間を提供すればいいですね。お金がない人は時間があるんですよ。貧乏金なしっていう人もいるんだけど、まあ大体ね、お金は、あの時間はあるんですよ。お金持ってない人って時間だけは。だからその時間を提供すればいいと思ってて。その時間を提供して、この600円で仕入れ3000円で売るみたいな、 まあ、人によって価値観違うと思いますけど僕は600円っていうのは単価としては低いと思うんですよね少なくとも家電で2万円とか3万円とか5万円の商品仕入れるのに比べればハードルすごく低いと思ってるで600円で仕入れて、まあ、手間暇とか考えて、ねまあ、その利益率だけで言えば5倍になるのか250%になるわけじゃないですかっていうビジネスってやっぱなかなかないと思うんでここは学んでこれは2016年の7月になってんですけど8月やろうと思ってます 8月に実験。実験っつっても、まあ、なんか1回ぐらい、1回仕入れて、まあ、なんか仕入れたのをメルカリに出すって、それしかやらないですけど、もうそれでも計測できるんで,で、計測して、回転率や作業に対するリターンのコスパ、これを見て、で、いけんなって思ったら提案します。いけないなって思ったら、これはだから提案しません。 コスパ悪いこと皆さんにお願いしますだって、もう知ってますもん。みんなが時間ありません、お金ありませんっても、もう知ってますもん。もうそういう相談毎日受けんだからさ、俺は。そのために、うーん、まあでもやっていくしかないですよね <laughs> ってこういうわけなんですけど。だからあ、通信が6万で売るんですけど、これとこれでも普通に、なんだろう、う資金がもうこれでふ利くで増えていくし、ここはあれなんですよ。クレカで回しても OK なんですよ。僕も回してますし。 だから、支払い1ヶ月後とか2ヶ月後とかなんで、もう資金ゼロでいけますから、まあ、こけないですよね。だから、ノーリスクなわけですよ、ね。ほぼ、ほぼノーリスク。限りなくゼ,ゼロに近いリスク。限りなく、えー、まあもう、十二分に、ヘッジされた、あリスク。で、こういうのがね、 僕が考えるちゃんと情報発信やって持続的に提供できるスキームなんですよね。構造なんですよね。で、こういうの作らないんですもん。皆さん <laughs>。これだけできるようになって売ろうとするんですよ。でもやっぱ1個の仕組みだけで長く稼ぐってすごい難しくて、僕が現在運営してる講座もだって開発にだって160万とか180万とかかけてすごい丁寧に作ってるわけですよね。だからあれだけのクオリティになるわけで。だこれもそうですよ。6万円で売るかもしれないんですけど、開発にだって 2 30万ぐらいかかってんじゃないですか、普通に。そう。だからそれを6万円で買われてすごいお得ですよね。で、しかも、それを、まあ、半年間って期間設定しようと思ってるんですけど、半年やっても元取れないってないですもん。だから返金保証つけますもん、普通に。や,やらない人には返さないんですけど、ちゃんとやって、その、口座の運営とかにあの貢献してくれてって人には、ちゃんと、あなんだろう、対応しますもん。個別対応とかはできないですけど、そのメール返信とか、そういうのはできないですけど、でも6万円で普通に言ってもペイしますし、うん、あのー、 いけると思いますし、僕は今、ま、実際にやってて、そのノウハウをね、コンサルの先生から習ったんですけど、そのやり方、しょぼいなって思ってるんで、僕のノウハウの方が優れてるんだ、はっきり言って。もう1週間で追い抜けましたもん、はっきり言って。あの全然大したことねえな、こいつって思って。だから、まあ、その、しっかりスキームを作って売ってるっていう。でね、ここまでやるとですよ、この僕の進化のステージの最終段階、コンテンツ化して、直接指導なしで、 結果を出させることができるっていう段階に達するんです分わかります皆さん。で、それで、ようやっと自動化できますって話なんですよ。わかりますだから、ここ目指すのいいんだけど、ここまでできるから自動化できるんだよ。わかるおめえできねえだろ、ここまで。ここ満足にできねえだろ。なになんでここ目指しちゃってんのよって話でね。だまず手動でちゃんと回せるようになって、自分の人生だとかビジネスとか、 そういったものを回せるようになって、手動でできて、受動なんですよ。わかりますいきなり受動を目指さない。だってステージ低いんだから。知ってんのか知らないのか知らないんでしょだから投資しなきゃいけないんですよ。知らないな、投資なんですよ。行動できてんのが、できてないですよ。ちゃんと言った通りり。できてないからおかしなことになってんですよ。僕も言ったとりちゃんとやりなさいよって話なんですまず言われた通りやるんですよ。手張りって言いますよね。いきなり破るんですよ、ダメな人は。 だからおかしなことになるわけ。わかります原因があって結果があるんですよ。いいすか原因があって結果があって、その原因の部分をね、みんな見て見ぬふりをしちゃうんですよ。その方がね、現実としてね、やっぱね、僕もね、やりますけどね、心地いいんですよね。でもね、心地いいんだけどやっぱね、ダメなんですよ。現実と意思た戦わなきゃいけないんですよ。で、教えられる段階ですよね。だからこれ、大事な視点としましてはね、これも、これも伝えたかったんですよ。これもね、言わせてくださいね。 プレイヤーとしてのスキルと教育者としてのスキルは異なるんですね。比例しないんですね。これね、あのね、コンサル申し込んだ人とかね、よく相談するんですよ。100万とか200万とか払ったのにがっかりしたんですみたいなこと言われて、いや、申し訳ないですみたいなことをね、僕が代わりに謝るっていう謎の状況がね、発生するんですけどね。あのね、多いんですよね。プレイヤーとしては優秀なんだけど、教育者としてはあの不優秀っていう人。要するに、教えるの下手くそな人ですよ。だから僕のその、 ああのまあ、動画、多分見てないと思うんで行っちゃいますけど、そのアドセンス教えてくれる先生とかも、あんまり教,教える側向いてないんですよ、断言断定できないですし、あんまりその教える活動とか向いてないなって思いますね、情報発信とか見てない。ただ、実績だけであの売れちゃうんで、その自動化とかしようと思えばできますね、ただ、参加者の満足度を上げようと思ったときに、彼の満足度っていうのは極めて限定的かなというふうに僕は考えてます。で ここですねこ,こを覚えてください。稼げるから稼がせられるわけではないってことです。もう一度言います。稼げるから稼がせられるわけではない。だその人が200万とか300万とか稼げてるのかもしれないけど、その人から習ったら自分も200万から300万いくかっていうと、それは全く別問題なんですね。 もしかしたら、月に30万しか稼げてないんだけど、死ぬほど教えるのが上手くて、その人は時間を使ってないから30万しか稼げてないだけで、実は自分はその5倍とか10倍行動しちゃったら、月に100万稼,が稼げちゃいましたみたいなことも、普通にあり得る。教える力、伝える力が優れてるとね。で、まあ僕はもう、分析してもらえば分かると思うんですけど、プレイヤーとしての実力っていうのは全然二流なんですよ。二流なんですけど、じゃあなんでこんだけ上手くいってるかっていうと、教える力がもう群を引いて優れてるんです。 断言断定できる。自分の発言に責任を持てる。で、自分でちゃんとやってる。で、やったそのスキームをさらに改善改良して、ちょっとや外では破綻しないってところまで持ってこれてる。だから、あの、指示されると思うんですね、これだけ。で、学校の勉強でも一緒ですよね。なんでそんなにいい試験取れるの成績いいよね。教えてよって,って。いやー、あの、これ実際僕の,じあの経験なんですけど、教科書集中して読めば暗記できるじゃんとか言われるんですよ。 いや、それができないんだよね、みたいな。何度読んでも頭に入らないんだよね、っていう。一回集中して読めば世界史の試験なんて普通に平均点ぐらい取れるでしょって言われたんです。いや、できないし、みたいな。そうですよね。予備校の先生。えー、有名な大学出てるかもしれない。えー、試験でいい先生取ってたのかもしれない。だけど、その先生から習ったら誰もが東大に行けるのか。行けてないですよね。でも大半の人はむしろ行けないわけですよね。 で、でそれれもあれですよね。なんなら、その模試の試験とかすごくいいやつを、模試の試験のスコアが優れた人を集める選抜クラスとか作ってるのに受かんなかったりするわけでしょう。ものすごいもう尋常じゃないぐらい制約率は悪いわけじゃないですか。だから、成績がいいから教えて成績を伸ばせられるわけではないって、これも完全な証明になってると思ってて、彼らは自分がそのいい大学に行ったりだとか、いい試験スコア、テストでいい成績を取る。 能力には長けてるのかもしれないけど、それを今はステージが低い人たちに教えて、その人たちを成功させることができるのかっていうと、できてない。で現状そ、それでプロだとか言っちゃってる人がそんな感じなのに、なんでね、凡人のお前がそれができるのかって話なんですよ。でもそれやめなさいって話なんですよ、そううおかしなことは。おかしなことやったらうまくいかないのは当たり前の話で、で、マインドセットとしては、やっぱその使命感を持ってやるってことなんですよ。 使命感を持っっててやるってことなんです、ね、僕が今これだけメッセージ性を発してるのも、そのひどいその、ね、状況のありか、その100万とか200万とか払ったのに、も全然適当に扱われて、ないなと、これは <laughs>。最近はでもねあの、一応販売者とかの名誉に言っときますけど、教材はね、だいぶ良くなってきてますよ。せどりの教材なんかも、あの、何て言うしょう、本当数年前はね、無料レポートレベルみたいなものだったんですけれども、最近はね、 あこれ稼いいでる人が書たんだ、ろううなってててていい教材が増えてきてねすごく僕とししは嬉しい状況ただそれ一個だけやってあなんだろその、だいたいジャンル固定のやり方を売ってる人が多いんですけど、っていうのは僕は違うなと思ってて、スキームとして弱いと思うんで、だから僕はそれを学んで、スキルハンとして、えー、リバースエンジニアリングして、もっと使いやすい形にして皆さんにコンパイルする、提供する、サービスとして、えー、販売をさせていただくっていうのをやってて。だから、これもそうですよね。これが一つのノウハウとしてもあって、 これも一つのノウハウとしてあって、これも一つのしてのノウハウとしてあって、これは全体がゲシュタルトが構成をされてて、ツーシグマっていう企画あって6万円ですと。こういうオファーですよ。だからもうこれ成立するわけですね。いいですか情報発信やってもいいですかって質問に対する答えは、やってもいいけど、高い確率で皆さんは利益相反になります。利益相反になりますし、そのスキプレイヤーとしてのスキルと教育者としてのスキルっていうのは全く比例しないんで、まあ、大半のケースにおいて比例しないですね。 なので、えー、稼げるから稼がせられるわけではないっていうのが現実としてあるので、まあ、皆さんがそこを割り切って、俺が稼げればいいんだと、俺が稼げれば自分のこと信頼してくれた人だとか、ついてきてくれた人がどうなろうが知ったこっちゃないっていうふうに割り切るならいいですけど、まあね、その行動しないとかね、その言った通りにやらないっていうのは彼の課題だから、そこまでは僕は面倒見る必要はないですけど、ないと思ってますけれども、 ちゃんとやってんのに、一日何十時間とかやってんのに全く結果出ません。でもそれはお前の責任だとかって言っちゃうのは、やっぱ違うかなって僕は思うんですよね。で、そういったところにやっぱり何て言うのかな、メッセージ性だとか、その人の人間性だとか、使命感といったものが滲み出るんですよ。で、そういうのがない人は僕はもうすごい薄っぺらいと思ってるし、もうそういう薄っぺらい人と付き合いたくないんだよね、僕は。薄っぺらい人嫌いなんだよ、僕は。だから、そういったところ勘違いしないでおやりになるなら、 おやりになるとよろしいんじゃないですかっていうのが今回のメッセージですね。じゃあ今回の動画は以上となります。ありがとうございました。